おはようございます。たかしです。本日は5月15日水曜日、ただいま8時22分。それではポンド円ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。 FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信してます。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からですね。昨日もポンド円は陽線でずっと連続でここのところ上昇してきておりますね。かなり上昇の力が強いのがわかります。昨日はドル安円安でポンド円は大きく上昇してきました。一昨日も大きめの上昇してきたんですが、昨日も大きく上昇してきて、そして現在は直近最高値付近まで上昇してきたので、まずはここですね、198円付近を目指して今は上昇中。もしかするとこのヒゲ先200円付近まで上昇するかもしれませんが、まずはこの日足のローソク足実体部分、そして月足のラインの走っている198円付近までは上昇すると考えておきたいですね。現在は GMMA の青帯に沿って上昇中、上昇トレンド中ですので、こういう強い上昇の時の逆張りはしないようにお願いします。基本的にはこの上昇についていくという考え方ですね。ただストキャスティクス高値圏に入って来ておりますので、そこはご注意ください。そろそろダブルトップが意識されやすい、そういうポイントには来てますので、もうちょっと上昇余地はありますし、もしかすると200円まで上昇していくかもしれませんが、形的にはそろそろダブルトップが意識されそうな、そういうポイントに近づいてきているということと、あとストキャスティクスが高値圏、月足のラインもあるということで、下落圧力が入りやすいところには来ております。では4時間足です。4時間足の節目はここですね。黄色丸の高値 197.5 付近が一旦の節目になってくると思いますので、現在だいぶ近づいてきてますよね。現在が197円付近ですので、あと50ピップスほど上がる余地はあるんですが、この黄色丸高値っていうのは意識されやすいので、一旦ここから押しをつけに下落していくのかっていうところを見ておきたいです。もちろんこの 197.5 を上抜ければ、先ほど言っていた198円っていうのがこの辺りになりますので、198円付近での日足でのダブルトップが意識されての下落になるのか、それともそこを上抜けて200円ぐらいまで上昇してくるのかというところを見ておきたいです。基本的に先ほど日足は上昇トレンドと言いました。4時間足も GMMA の青帯は上を向いておりますので、基本は上昇トレンドですが、一旦天井が意識されるところが近づいております。日足も同じようなことを言いましたよね。ですので、そろそろ天井を作ってくる可能性も考えておきたいです。ストキャスティクスはずっと高値圏に張り付いておりますので、分かりにくい動きをしています。ただ昨日ここ一旦陰線が出てますが、こういうところでのこの下落、押しですね、そういうところを狙って押し目買いをすることは可能だと思いますので、本日もそういう動きをしてくれば、そこからの上昇の流れ、基本的には上昇トレンド中ですので、この流れに乗っていくのがトレードはやりやすいと思いますが、一旦の天井を迎える可能性はありますので、この黄色丸の高値付近は意識しておいてください。では1時間足です。現在は 197.5 付近が次の上昇ターゲットですが、そろそろそこにも近づいてきておりますので、やはり比較的売り圧力が入りやすいところには来てます。昨日の夜中から全然動けていないですよね。やはり高値が意識されているっていうのがわかります。昨日ですとこの動き、夕方5時ぐらいに一度下落をしてますが、この辺での動きがわかりやすかった、ちょうどいい押し目買いポイントになったと思います。ちょうどこの赤い水平線に押しをつけての上昇、綺麗に押しをつけてますよね。そして GMMA にも接触っていうところで、この辺でのエントリーが可能だったかもしれません。本日もそういった動きをしてくるのであれば、そこからの押し目買いを考えておきたいんですが、結構強めの節目に今差し掛かっております。 197.5 っていうのは強めの節目と考えておりますので、もしかすると大きめの下落をしてくるかもしれませんので、その辺のことも考えておきたいですね。基本的には上昇トレンドですので、この上昇トレンドに乗っていくっていう考え方なんですが、そろそろ天井も近そうですので、この辺からの売りを検討することも可能だとは思います。では次はドル円を見ていきます。まずは日足からですね。昨日のローソク足、ちょっと上値が重そうなの分かりますか？あの上ヒゲが出ているんです。ローソク足の実体半分、そして上ヒゲ半分という、そんな感じですよね。ですのでドル円も上昇はしてきているんですが、ポンド円ほど上昇はできていない、そして上値が重くなってきているっていうのが現状です。ドル円の場合は上がれば上がるほど為替介入への警戒感が高まってきますので、やはりその辺が重しになっているのかなというところ。こちらもストキャスティクスは高値圏にあります。
ますので、そろそろ下落方向に動いてもおかしくない、そんな雰囲気も感じます。そして昨日のローソク足を見ていても上値が重いので、まあ、ここからダラダラと下落していく、このトレンドラインに向けて下落していくっていうような動きも考えられますので、その辺も注意はしておかないといけません。ただ基本的にはここのところずっと1日だけこの陰線みたいなのを挟んでますけれども、基本はポンド円と同じく陽線連続ですので、根拠のない逆張りは危険だとは思います。では4時間足です。ドル円はポンド円と違ってかなり分かりにくい動きをしてます。上昇しそうで上値が重いみたいな、そういう動き方なんですね。もうちょっと綺麗に動いてきてくれるとトレードがしやすいんですが、今のドル円はかなりトレードがしにくいと思ってます。現在はこのオレンジの水平線198円付近を目指しているのかなと考えてますが、インジケーターは方向感なく動いてますし、チャートを見てもすごく分かりにくい動き方をしてますので、4時間足単位ではちょっと分かりにくい。ただし GMMA の青帯は上向きですので、基本は上昇トレンドに入っていると考えておきたいです。では1時間足です。4時間足はかなり分かりにくい動きをしていたんですが、1時間足は一応この GMMA の青帯に沿って上昇はしてきているんですね。ずっと GMMA の青帯に接触すればそこからの上昇っていうことを繰り返しております。ですので基本はこの上昇トレンドに乗っていきたいんですね。先ほど言ってました158円ぐらいまでの上昇を考えているんですが、で昨日一旦上昇して157円手前ぐらいまで上げてきたんですが、ちょっとそこからはかなり上値が重くなってますね。本日はここでもうしばらく揉み合うかもしれないですね。今のところは GMMA に沿って上昇してきておりますので、今はすでに GMMA に接触してきてますよね。ですので本日初動から上昇していけるのか、それともここでもうしばらく揉み合いを続けて、もう一段深くこの黄色い水平線付近まで一度押しをつけてからの上昇になるのかというところを見ておけるといいかもしれません。本日は CPI もありますので、そこでの動きになってくると思います。それまでは昨日みたいな分かりにくい動きをしてくる可能性も十分ありますので、分かりにくいところでのトレードはしない方がいいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。 FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。 FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。